皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちら、直政の残した井伊家。幕末は各地に井伊家の子供たち、井伊直政子孫解説ということで、今回のコツバチャンネルは井伊直政が残した直政の子孫について紹介していきたいと思います。徳川家中で天下に名を轟かせることになる井伊直政、42歳という若さでこの世を去ることになりますが、多くの功績を歴史に刻み、子孫たちは江戸幕府の中枢として幕府を支えていくことになります。大河ドラマどうする家康の中でも関ヶ原の戦いで暴れ回り、そして終盤の島津勢に対しての追撃において猛然と追撃し、ほぼ短期であったと言われ、ここに島津軍の鉄砲により狙撃され足を負傷し落馬したと言われています。直政の凄さはここでも見受けられますが、鉄砲に撃たれ負傷した直政が亡くなるのは2年後となります。この関ヶ原での負傷の直後から、この一連の大戦の事後処理に奔走することになります。当初毛利家は毛利輝元は総大将に担ぎ出されたに過ぎないということで本領安堵となっておりましたが、西軍側に加担している書状が確認され、この本領安堵の話はなしとなり、代わりに周防長門は当初よりつながっていた毛利家重臣で元就の孫、吉川元春の子にあたる吉川広家に与えられることになりますが、この吉川広家は毛利本家の存続を嘆願し、家康は最終的にこれを認めましたが、この時にも直政が間に入り、この決定に大きく関わっています。また上田城にこもり西軍に組みした真田昌幸信繁親子も当初切腹のはずでしたが、この除名においても直政の取りなしによりこの親子は助かっておりますが、これにより後に信繁は最後の活躍の場である大阪の陣で暴れ回ることになり、家康は苦しめられることになります。また西軍の長宗我部盛親の今後についても担当しておりますが、長宗我部盛親の改易が決定後に旧臣たちが裏土壌にこもり、直政は鈴木重義ら井伊軍を差し向け、これを鎮圧することになります。そして直政自身は旧石田三成領の沢山に6万石を加増され、神津家高崎12万石から加増違法となっています。西の抑え、そして京都の守護の役割がこの井伊家の役割となります。しかし直政の体調は悪化していき、彦根城の完成を見ることなく1602年に亡くなることになります。そして井伊家は次のフェーズに突入していくことになります。直政には2人の男子が生まれています。2人とも1590年生まれということになりますが、早速そこを見ていきたいと思います。長男は井伊直継、後の井伊直勝です。1590年生まれということで、直政が神津家美濃は12万石を与えられる前ということになり、その前の浜松で生まれたとされます。母は直政の正室で松井忠次の娘にあたる花、当番院となります。国替え後は一族と共に美濃に移り、1598年には高崎城に移り育てられています。一方同じく1590年に生まれた直孝、直孝は直政正室の当番院のお世話をする次女で、松井忠次家臣の院具徳右衛門の娘が母と言われておりまして、この生まれから若干複雑な状況となり、直政は正室当番院への配慮からか神津家の国安中の北の地に預けられ、初めて対面したのも1601年だったと言われています。直政の死に伴い長男直継が13歳で後を継ぐことになります。しかしこの沢山に移って間もなく、かつ領内の整備など目下の課題も多く、重臣たちにより反省は執り行われることになります。なおこの時点では家康から信任の厚い木俣盛勝、他にも鈴木重義、重達親子、川手義行、西郷政友、重和親子、六原正直、伊原知政、長野成真、一門中野直行らもおりまして、家臣たちは相当な面々が揃っていることがわかります。家康はこの徳川家随一の家柄となった井伊家をことのほか気にかけておりまして、この家督相続に伴い土井利勝が使わされ、重臣たちによく直継を補佐するように命じています。1606年には彦根の根木山に天下武神で築かれることになる彦根城が完成し、沢山から本拠を移すことになります。天下武神には松平忠義、越前の結城秀康、桑名の本多忠勝など7カ国12大名が動員されての布陣となります。しかしその後、その政務を司る重臣たちの間でいさかいが起こることになります。筆頭家老の鈴木重義が他の重臣たちから金銀や年貢を不正に流用していると家康に告発されてしまいます。
家康はこの訴え自体を大きくはしませんでしたが、鈴木重義は隠居させられ、息子鈴木重達も追放させられそうになりますが、木俣盛勝はこの鈴木重達と対立した家臣たちを和解させて、この内紛を収めています。その後家老の木俣盛勝も1610年に亡くなってしまいます。幕府は直継の力量では彦根藩をまとめられないことから、井伊家を二分し、彦根藩15万石を直高へ、そして神津安中藩3万石を直継に与えることとし、鈴木重達、松下一定、小野家などの飯野家以来の旧姓を直継につけることとします。こうして神津安中藩井伊家は誕生することになります。今回はこの家系についても触れていきたいので、直継以降も見ていきたいと思います。大阪冬の陣にもこの直継は出陣することがなく、安中にある関所の警備に就くことになります。またこの時に直継から直勝に名を改めています。また彦根から安中に移りにあたり、直政正室の花当番院も安中に行くこととなり、直政の遺品のほとんどを持ち去ったと言われておりまして、彦根に残った遺品はわずかだったと言われています。そして神津家に入ると安中城を改築し、防御が最小限の城を藩長としています。そして松井忠次の娘で直政の正室の花当番院は1634年にこの地で亡くなることになります。安中には今も井伊家にまつわる地が残っています。直勝自身は病弱とも言われておりましたが、73歳まで生きておりまして、1618年には子供の直義が生まれています。1632年には直勝は隠居し、この直義に家督を譲り、直義が安中藩二大藩主となっています。またこの家系は代々守護医で兵部の将となっていきます。この直勝の後を継いだ直義の代で、1645年に五千石の加増を受け、三河西尾藩に違法となっています。父直勝もここに従っています。さらには1659年には井伊家が長きにわたり住んだ遠江の国に違法となり、掛川藩3万5千石となっています。なお父直勝は1662年に掛川の地で没しています。彦根藩2代目の井伊直孝の死後の3年後となります。1672年には直義も亡くなり、子供の直武が継ぐことになります。直武の後は子供の直友が継ぎますが、この代で改易となってしまいます。しかし家系自体は直政から続く名門家系であり、彦根藩井伊家より井伊直徳が養子となっておりましたので、2万石に減俸の上、越後与板藩として存続が認められることになります。最終的にはこの越後与板で幕末を迎えることとなりました。直徳は子供の直春に家督を譲りますが、この直春はわずか14歳で早世してしまいます。これにより彦根藩より井伊直興の孫で木俣家の直和を養子として迎え、後を継がせることになります。そしてここでも実子ではつながらず、今度は家康の娘亀姫、そしてその夫奥平信政の子供松平忠明から始まる奥平松平家より直割を養子として迎え、この井伊兵部の将家に家康の血脈が流れることになります。この直割は日光東照宮における祭礼奉行も務めています。1760年には直割が亡くなり、子供の直国が後を継ぐことになります。しかし後を継いだ翌年に亡くなることとなり、弟の直明が継ぐこととなります。この直明は総社番や西の丸若年寄を務め、城主格となっています。この直明の後は彦根藩井伊家より井伊直弘が婿養子となっておりますが、継ぐ前に亡くなり、その子供の直輝が継ぐことになります。直勝から数えて11代目となります。しかし直輝は実子がおらず、あとは先ほどの直明の子供の直常が継ぐこととなり、また血脈的には奥平松平家の流れとなります。直常が亡くなると子供の直光が継ぐこととなります。この直光の代には1860年に桜田門外の変が発生し、この井伊家にも激震が走ることとなります。直光の後は井伊直弼の子供である直康が継ぐこととなります。直康の代で激動の明治維新を迎えることとなり、官軍について戦うこととなります。このように兵部の将家は4代まで直勝家系、5代から7代目までは彦根藩井伊家、そして奥平松平家、そして彦根藩井伊家、また奥平松平家と、最終的には彦根藩井伊直弼の子供とつないでつながっていくことになります。話は彦根藩2代目藩主直高まで戻りまして、ここから彦根藩井伊家について進めていきたいと思います。なお彦根藩井伊家の家系図は複雑なので、初代直政2代目直高とカウントして進めていきたいと思います。直高は城内で育った直継とは異なり、安中の北の地で育てられることになります。
この北の字には直隆からの手紙が今も残っています。母は正室ではなく、その正室の次女ということもあり、兄直継とは異なる幼少期を過ごすことになります。父直政の没後には徳川秀忠に仕えることになり、1608年には書院番頭となり、上野に五千石を拝領することになります。この時19歳となります。1610年には大番頭となり、上野白井1万石を拝領することとなります。このもう少し後に彦根に行くことになりますが、この順調な直隆の成長はもしかすると直継後の直勝に変わることも想定していたかもしれません。そして家康は井伊家を二分することを決め、彦根藩はこの直隆に任せることにします。この後に続く彦根藩を見ると、この決定は結果的にはよく収まったと言えるかと思います。直隆は1613年から伏見常磐を務めておりまして、京都在住となっています。そして豊臣家と徳川家の最終決戦となる大阪の陣が控えておりまして、この大戦に井伊軍を率いて出陣することになります。井伊の赤備え軍団の新たなリーダーの誕生となります。しかしこの初陣は、相手は豊臣軍の中でも猛者の真田信繁となり、最初に加賀前田勢が真田の挑発に乗り突撃を開始し、そこに遅れまいと井伊直隆隊、松平忠直隊が突っ込んでいきますが、真田信繁の策にはまり500人を失うなど、初戦で苦杯をなめる結果となります。しかし家康にはその勇敢さにより、逆に直政の子供らしいということで褒められたと言われています。大阪夏の陣でも井伊軍が豊臣家重臣の木村重成を討ち取っておりまして、大阪城内に入り、豊臣秀頼淀殿のこもる山里丸を囲み、そこに大筒を打ち込み、二人は自害することになったと言われています。直隆はこの活躍により5万石を加増され、父と同じ樹脂家侍従となっています。これにより晴れて本来直政が果たすはずだった役割、西への抑え、京都の守護を司る彦根藩井伊家を、この直隆は難なくこなす立場となっています。むしろこのポジションは直隆しか務まらないような感じがします。1632年には秀忠が亡くなる前に、井伊直隆と奥平松平家の松平忠明、亀姫の息子になるので秀忠の甥にあたります。この二人に家光の幕政を支えるよう命じています。家光の姿勢になると、井伊直隆、松平忠明、土井利勝、酒井忠世、酒井忠勝といった関ヶ原を経験し、行政経験を豊富に持つ重臣たちが家光を支えていくことになります。1633年にはさらに加増があり、30万石を有する譜代家臣の中ではトップの石高を誇ることになります。家光は直隆を相当信頼していることがわかります。四代将軍家綱の元服の際に家官を務め、小四条、中条まで上り詰めることになります。家光が亡くなると引き続き家綱を支えています。また井伊家はこれより日光東照宮に将軍の名代として代々参詣することになります。直政に続き一時代を築いた直隆は、1659年に70歳でこの世を去ることになります。この直隆が既得になると、稲葉正則、酒井忠清、松平信綱、阿部忠明といった老中たちが見舞いに来たとされます。この直隆には長男で家光に可愛がられていた直重がおりました。後継ぎの段階で侍従となっており、破格な扱いを受けることとなります。直隆が江戸にいた際には彦根藩政を代わりに見るなどの動きもありますが、突如出家することとなります。またその弟の直綱も1658年に亡くなり、直隆の後は五男の直澄が彦根藩三大藩主となっています。この直澄も父同様、幕閣において重きを成していくことになります。この直澄は井伊家において中継ぎの意味を持つ家督相続となり、その任を見事全うすることになり、先ほど少し登場した兄直綱の子供の直興が後を継ぐことになります。直澄自体にも子供がおりましたが、父井伊直隆の命を守り、養子として家臣の家に子供たちを出しています。そして1676年に彦根藩四大藩主となった井伊直興、叔父の直澄の後を継ぎ、将軍が五代綱吉の治世では、1697年には大老に就任することになります。その3年後には大老を辞することになり、1701年には家督を直道に譲り、直道が五代藩主となっています。しかし直道は子供がおらず、1710年に亡くなることとなりますが、弟の直常は六代藩主就任直後に病によりこの世を去ることになります。これにより隠居していた父直興が再度七代藩主に就くことになります。その時には直盛を名乗ることになります。そして再び大老に戻ることとなります。そしてその時に小四条、中条となっています。またこの時は将軍が家信から家継ぐに代替わりするタイミングとなります。
この直盛こと直興は非常に子供が多く、12男の直則は先ほどの井伊直政長男直勝から始まる井伊兵部の庄家で与板藩主の井伊直友の養子となり、与板藩主を継いでいます。そして先ほどからもそうですが、再任や兄弟での藩主就任も多く、家系図が複雑化していることがわかります。そしてこの辺りから彦根藩井伊家の特徴として、他家に養子となる子供たちが多くなってきます。1714年には子供で13男の直信に家督を譲り、直信が8代藩主となっています。この直信は大老にはなりませんでしたが、徳川吉宗の子供の家重の家官の役を務めることとなり、重臣としての井伊家の役割を全うすることになります。この直信の後は弟の直貞が9代藩主に就くことになります。この直貞は実子がおりますが、幼かったため前藩主直信の子供の直義に家督を譲り隠居しています。しかし1754年にこの10代藩主となった直義は病になり、11代藩主に再び直貞が就くことになります。そしてその翌年にはすぐ藩主の座を退き、先ほどの直義の兄弟で甥の直秀が12代藩主に就任することになります。この直秀は会津松平家の松平方信と幕府内で序列を争った人物として有名な人物となります。また幻の第11代将軍と言われる徳川家元の元服の際に家官の役を務めるなど、幕閣において重きをなすことになります。彦根藩井伊家はしばらく短命当主が続いており、直秀は直興以来の大老に就任することになります。そしてこの直秀も相当数の子供を設けておりまして、直秀の大老在任中には彦根では子供の直富が政務を取り仕切っています。八男の直弘は与板藩の井伊兵部の庄家の井伊直明の婿養子となっております。また九男の行高は信州松代藩の真田家に真田一族外として初の養子として入り、松代藩7代藩主となっています。十男の利義は同じく大老の家柄の土井家で、土井利勝の子供で利房の家系で越前大野藩主土井利貞の養子となり、越前大野藩主となっています。その多くの子供の中で後を継ぐことになるのは六男の直中となります。1789年に彦根藩13代藩主となっています。藩政改革を行い、彦根藩領の整備学問を奨励し、良き藩主として務めている人物です。そしてこの直中もとにかく子供が多く、全国各地に井伊家の血脈を広げていくことになります。七男の久則は時を遡り、賤ヶ岳の戦いで秀吉軍として柴田勢と戦った際に戦死した中川清秀の家系で豊後岡藩中川家に養子として入っています。八男の正成はここも遡ると、1600年の関ヶ原の戦いの前哨戦である伏見城の戦いで鳥居元忠らと共に城を枕に討ち死にした内藤家長の家系で、その家長の孫の正春が延岡藩内藤家とは別に別家を起こし、三河衣藩として続く内藤家に養子に入ることになります。九男の勝則はここはどうする家康を絡ませると分かりやすいかもしれませんが、家康の威夫帝で久松利勝と於大の方の間の子供に泰年という人物がいます。武田信玄に捕まり服部半蔵と共に甲斐を脱出したシーンが印象的な人物です。この泰年は跡取りがおらず、水野家より松平勝政を迎えて名跡を継がせ、久松松平家の泰年の家系は続いていき、そこにこの井伊直中の九男の勝則は養子に入ることとなります。十男親義は井伊直政が今川氏真から命を狙われていた時に助けた二位の親則の家を再興し、二位の親義を名乗り彦根藩政を支えていくことになります。そして13男正弘は兄で三河衣藩に養子に入っていた内藤正成の養子となっています。15男の正義は内藤家の宗家にあたる延岡藩内藤家に養子に入ることとなります。また6男の中明は家老の中野家に養子に入っておりますが、その子供の正文は直中13男の正弘の後継ぎとして三河衣藩内藤家に養子に入っています。そしてこの兄弟たちに挟まり14男として生まれているのが井伊直弼となります。しかし登場は少し先となります。結果的にこの兄弟の中では井伊直中の後を継ぐのは三男として生まれている直明となります。1812年に14代彦根藩主となっています。この直明は1835年に大老に就任することとなります。しかし大御所徳川家斉が亡くなると大老職を辞しています。1850年には直明は亡くなり、直弼が彦根藩15代藩主に就任することとなります。そして時は風雲急を告げ、アメリカは日米和親条約締結後に通商条約の締結を目指しハリスが来日、
この状況に老中堀田正義は13代将軍家定に松平春嶽を大老とし、この時勢を乗り切りたい旨を伝えますが、家定からは大老は直輔しかいないという言葉があり、この井伊直輔が大老になります。そして孝明天皇の勅許を得られないまま、この時通商条約が締結されてしまいます。もともとは天皇への説明が先で、この交渉自体は引き延ばすこととされておりましたが、これが調印されたこと自体は直輔も想定外だったとも言われています。これに対して孝明天皇の母語の密勅が出され、水戸藩に直接勅書が可視されることになります。これは幕府として世紀の大問題となり、これに関連している人物を捉え罰することとなります。その後幕府の意向を承知した旨の勅書が孝明天皇から幕府に下ることになり、そして幕府は水戸藩に母語の密勅を返納させようとしますが、一部の反対派が脱藩し、桜田門外で直輔を襲撃し討ち取ることにつながっていきます。井伊家にとっても突然のことで、なんとか井伊家が断絶にならないよう幕府とも図り、直輔の次男直憲を跡継ぎとして届けた後に直輔の死を発表することとなります。このように直政から始まった彦根藩井伊家は、誰しもが予想できない出来事に見舞われることとなりました。16代藩主直憲はこの時まだ13歳という若さになります。井伊家類代の当主とは異なり、とてもじゃないですが幕府を主導する年齢でも時勢でもないということになります。1862年に一橋派の面々が幕府の重役に就くと、直輔時代の幕政を責められ、京都守護の役割は松平かたもりへ、そして10万石減俸となり20万石となってしまいます。井伊家としては全て直輔の政治は幕政においての出来事で、全て独断ではないことから、ここで彦根藩としては受け入れがたい状況となってしまいます。それでも立場の回復を狙い、第二次長州征討では元来の井伊家の戦場でのポジションである先鋒を務め、芸州口で長州藩と戦いますが、装備などにも差があり大敗を喫してしまいます。そして徳川慶喜が大政奉還してからは、彦根藩兵は二条城の守備についており、藩主直憲も京都におりました。彦根藩論は旧幕府かそれとも新政府かということで意見が分かれる中、諸藩の中でもいち早く新政府軍に組みすることになります。ある種これは徳川幕府の中でも激震となり、これが勢いを作り、多くの決めかねていた藩が新政府方につくこととなります。井伊直政以降、幕閣において重臣中の重臣として貢献してきた井伊家。しかしこの幕末の幕府からの彦根藩に対しての処遇により、このような選択を取ってしまうことになります。ある日突然反旗を翻したというわけではなく、これは結果的に幕府が招いたことというように思ってしまう部分があります。そしてこの後に官軍の東山道鎮武総督に加わり、新選組の近藤勇を捕らえることにも貢献しています。ということで今回は井伊直政の子孫たちについて幕末までですが紹介させていただきました。直政そして直孝によって立場が固められていき、江戸時代通して重臣中の重臣として大老を務めた井伊家。最後こそ様々な意見がありますが、彦根藩として生き残る道を進むことになります。京都に近いということでどのようになったかは分かりませんが、文久の改革での10万石の減俸、そして京都守護の立場を取り上げてしまったことがもしなければ、どちらについていたのか、それでも変わらなかったのかなどはたらればですが考えてしまうことになります。徳川家重臣の中でもトップを誇った井伊直政の子孫たちは、他の酒井家や本田家とはまた違った江戸時代を生きていくことになります。これまで酒井左衛門尉家や大久保家、榊原家、鳥居家など多くの徳川家康に仕えた重臣たちの子孫を紹介していきましたが、また他の家臣の子孫たちも紹介できたらと思います。本日は骨場チャンネル、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。